脱走エタンダール4エタンダール4、M 脱走エタンダール4はフランスの戦闘攻撃機。フランス海軍に環状戦闘攻撃機及び偵察機として採用された。E10 ガー,ードとはフランス語で軍機のこと。脱走によりフランス空軍にシュペルミステールの技術を応用したミステール24系戦闘攻撃機として提案され、後に改名した試作戦闘攻撃機が エタンダール4である。エタンダール4は、NATO の計画に合致しなかったこともあって、採用されなかったが、海軍向きに艦上機として、再設計した、戦闘攻撃機エタンダール 4M 及び、偵察機、エタンダール 4P として採用された。エタンダール 4M を改良したものが、シュペルエタンダールである。1五十四年四月に開始された、NATO の計戦術戦闘攻撃機計画は、 ヨーロッパ各国空軍の必要性に合致した戦闘攻撃機の計画であった。計画ではイギリスのブリストル製オルフェウスエンジンを用いることが求められていたが、脱走はすでに計画の進行していた溶撃機ミステールとエン22の延長線上に立案し、計画に合致したミステールイクスビとは別にスネクマ製アター 101E エンジンを採用した。 ミステールとォ4を提案、11月には空軍より試作機1機の発注を得た。当時ミステール4の発展型として計画されたシュッペルミステールの技術を応用し、より小型ではあるが、アフターバーナーを使用せずに、1000音速に達する機体として設計が行われた。エッタンダール2の初飛行の翌日となる1五十六年七月十四日に、初飛行を行い、 その後の空戦テストで、当時のフランス空軍の主力戦闘機であったミステール4を上回る、高成績を残し、300機の調達が予定された。しかし、その性能にもかかわらずオルフェウスエンジンを用いなかったことにより、1957年に、NATO が LWTSF に G91 を選択したため落選。この結果を受けて空軍はミラージュ3と、 その派生型に開発を一本化、エタンダール4の調達計画はキャンセルされた。一方、海軍では当時、艦載機として、総発の軽戦闘機を求めていたが、1955年にエタンダール4を低空における性能を重視した、艦上戦闘攻撃機として、再設計を発注。1957年には、エタンダール 4M として5機の試作型が生産される、 こととなった。エタンダール 4M は、機体強度の向上、着艦装置及び高揚力装置の追加、レーダー及び後方装置の強化に加えエンジンをアター 8C とした脱走発の関西機として、1958年5月21日に初飛行を遂げた。2番機は、主翼の折りたたみ機構とバディシステムによる、 空中給油システムを追加された。3番機はエンジンをロールスロイスエーボンマーク51に変更し、ブローンフラップを導入。4番機はローリングを抑止するための品を機種株に装備した。地上テスト中に1機の試作機が爆発して失われ、最終的には6番機まで試作機が製造された。1959年に、 偵察型30機を含む90機の発注が行われ、試作7番機が偵察型エタンダー R4P の原型機として1959年9月に発注、製造され、1960年11月19日に初飛行した。エタンダー R4P は 30mm 機関砲を搭載せず受け油用のプローブを収納することができない代わりに5機のカメラを搭載していた。 カタパルトを用いた発艦テスト及び着艦テストは、1960年にイギリス海軍の試験場にて行われ、続いてクレマンソー級航空母艦の一番艦クレマンソーで行われた。1962年にはクレマンソーに最初の部隊が展開した。生産型の一番機は1961年7月26日に初飛行し、 1961年12月9日から1965年5月26日までに69機のエタンダール 4M と21機のエタンダール 4P が生産された。後にエタンダール 4P の原毛分を補うため4機のエタンダール 4M が偵察型に改造されエタンダール 4MP となった。警備任務を除く実戦に投入されたのは偵察任務のみである。 レバノン内戦から1983年及び1994年4月15日に死体空ミサイルに被弾し、特に後者の損害は大きなものであったが、共に帰還している。ユーゴスラビア紛争コソボ紛争エタンダール 4M の運用は、実戦部隊では1980年代初頭まで、教育部隊では1991年まで続けられ、シュペルエタンダールによって更新された。 エタンダール 4P 及びエタンダール 4MP はシュペルエタンダール搭載の偵察ポットによって更新され、更新が完了した2000年7月28日に飛行隊が解体している。ありがとうございます。